皆さんこんにちは、ギタリストの加藤優太です。今日はですね、新しい CD、 いよいよ11月8日に発売となりますけれども、それの開封の儀をやっていきたいと思います。おいしょ、これ1箱、これ100枚です。お前、はい、では早速開封していきたいと思います。はい、ででん、新しい CD でございます。イエイ。ねえ、やっぱり CD こうやって開けるとき毎回すごくワクワクしますね。何十回何百回聴いて、まあデザインとかもいろいろね、こう試行錯誤しながらやっとできたという感じです。じゃあ早速これ開けていきたいと思います。開けちゃいます。はい、こんな感じ。ジャケットは今回2枚目もそうだったんですけれども、月城という、今は六本松に移転しましたけれども、カフェのオーナー平塚さんに撮っていただきました。こうコントラストが素敵な写真になって、本当に、今回のイメージにぴったしだなという感じですね。はい。では中身。その前に裏かな。はい。裏の写真僕がちょっと撮りました。で、使ってますけれども。なんかね、今回やっぱりギターへのオマージュという、オメナヘアラギターラという題をつけたのは、やっぱこうギターというものに対してのこう尊敬の念というか、まあ自分が大切に思っている心ですね。そういったものをやっぱり表現した CD にできたらなと思って、結構台は先の方に決まってました。はい、それではちょっと中身開けていきたいと思います。でん、まずブックレット入ってますね。今回は8ページ。って感じです。曲紹介とその解説とまたプロフィールと載っている感じですね。で、中身に絵がございますけれども、うちの母がトールペインティングで描いてくれました。で、それを使っております。ね、裏はちょっとね、こうさ、中がサインできるように白にしてみました。表だとね、ちょっと黒サイン目立たないから、ね、白とか銀とかペン買わなきゃですね。はい、こんな感じ。で、CD の方ですけれども、1枚目が。ディスク1がエスパーニャになってますね。スペインです。スペインの楽曲集めました。で、裏返すと、はい、スダアメリカ。これ南米プレビですね。そう、南米の曲をまさに集めております。で、まあ中身がバックシートがあって、こっちが目次という感じですね。開封の儀ということで、ちょっとこう曲の説明とかも軽くしていこうと思うんですけれども、そうですね。まあ僕にとってそのギターを語る上で欠かせない地域というか、やっぱりスペインとその南米、まあ南米といってもいろんなね、ギターの種類がありますけれども、まあそれを総称して南米と今回は付けさせていただきました。で、まあやっぱスペインというのは本当に僕にとっては一番大切な、ギターを勉強してきた上で一番大切な国であり、音楽家たちもすごく大切にしているスペインという国なんですけれども、そう、今回1枚目もね、スペインで、パセオでアンダルシアというアンダルシアの三本道とつけましたけれども、あれは留学から帰ってきてすぐ、やっぱり今しか撮れない音があるかなと思って、録音をした CD でございました。で、その時もやはり曲目というのはすごくギターらしいものも多かったんですけれども、中には椿姫の幻想曲とか、ちょっとこうスペインもの、単純なスペインものではないものも、皇帝の歌とかもですね、入れたりしたんですけれども、今回はかなり本当に中身を見てみても思うんですけれども、ギターのために書かれた作品ばっかりかなという感じです。すべてそうかな。名曲もありつつ、僕はホアキン・トゥリーナという作曲家、すごく好きな作曲家なんですけれども、今回も1曲目にラファガかな、つむじ風という曲と、まあ9曲目にファンダンギーリョという曲入れました。で、ファーストにソナタ、三楽章からのソナタと、セビリア風幻想曲入れて、残すところタレガ参加だけになりましたね。これはもうまたのいつか、録音したいと思っております。なんかもうトゥリーナだけでもね、まとめて録音したいぐらいあるぐらい好きな作曲家です。2曲目3曲目がアンヘル・バリオスというグラナダのギタリストのエボカシオンとトナディエですね。まあアルハンブラの小道という名前がついてますけれども、まあ、これもかなりスペインの、それこそアンダルシア風な曲です。で、4曲目5曲目というのはまあギター参加、これの台の一応名前ではギターへのオマージュと付けましたけれども、ギター参加という曲を入れてます。で、これはエドワルド・サイエンス・デ・ラ・マーサで、次がカスティリアの歌がレヒーノ・サイエンス・デ・ラ・マーサ、これ兄弟ですね、
兄弟の作品に出ました。この人たちはブルゴスというちょっとスペインの中央から少し北に行った方の地域の方なので、そういった意味でのアンダルシアとは違うスペインらしさっていうのを感じる曲です。で、カサド、チェロですごく有名なカサドですね。カサルスの弟子ですね。カサドのギターのための曲とか、あとはレオネーサ、リョベートの曲ですね。タレガの弟子。そして、ようやく入れることができたアルハンブラの思い出、8曲目に入っております。今までやっぱり一番弾いてきた曲と言っても過言ではないと思うんですけれども、なかなか録音に踏み切れずいました。というのも、取れ物がそんなに僕得意ではなくてですね、ずっと。で、すごく試行錯誤して自分らしい取れ物というか、自分ができる取れ物を試行錯誤してきたんですけれども、ようやく最近ちょっとこう安定して技術が発揮できるようになってきたかなというのがライブでもありまして、今回ちょっと入れることになりました。結構ね、やっぱり皆さんアルハンブラ入ってないんですかっていうのはすごくお声をいただいていたので、感無量でございます。ようやく入れて。で、10曲目、トレドという、野奏曲ですね。ノクターンが入ってまいりますけれども、これもダニエル・ホルテア、タレガのフォーテの曲です。すごく素敵な曲です。商品ですけれども。で、最後に、この CD の約半分の時間を、半分未満ですけど、20何分を占める、アントニオ・ホセという作曲家のギターソナタが入っております。4曲からありますけれども。これもね、本当に素晴らしい作品で、ずっと僕も入れたかったし、挑戦したかった曲で、今回このコロナ禍の中ですごく時間があったので、きっちり分析をして、さらって録音までできたので、本当に嬉しいですね。多分今後何年にもわたって、ソナタ弾いていくと思いますけれども、何せね、長いから、ソナタ4曲で、そうだな、多分プログラムの半分ちょっと足りないぐらいを占めるぐらい長いので、結構気合がいる曲でもあります。ただもう結構ね、これも渾身の録音になったかなと思います。で、2枚目が南米ですね。スダアメリカ。こちらはそうですね、結構珍しい曲も多いかなと思います。1曲目からエクトル・アジャーラという、アルゼンチンの作曲家の南米組曲というのが7曲入っておりまして、これは南米各国の踊りをモデルにして書かれた曲です。本当に商品が多いですけれども、一番長いので4分ぐらいかな。あとは2分とか3分とかぐらいの曲が多いですけれども、サクサク聴ける感じです。で、8番9番にはハダメスニアタリというブラジルの作曲家のギターのための曲、サンバのリズムによるトッカータという曲を入れました。これ結構現代的な曲ですね。比較的リズムとか、あとはその半音階のスケールとか結構特徴的で弾いてて楽しい曲です。で、10曲目11曲目はベネズエラの曲を入れました。アルマジャネーラという曲と解き放たれた悪魔エルディアブロスエルトという曲を入れました。この2曲もね、僕はずっときっかけとしてはやはりジョン・ウィリアムスというギタリストの CD を聴いたことで、ああいい曲だな、かっこいいなと思っていて、ずっと挑戦したかったんですけれども、なかなかリズム的にも技術的にも難易度が高い曲なので、結構気合い入れてさらわないといけないなと思いながら数年過ぎ、ようやく今回ちょっとさらって、ね、じっくり練習して録音をすることができました。この曲ね、本当録音でもちょっと苦労しましたけれども、それだけ思い入れが深い曲でもあります。で、12曲目、13曲目、14曲目が大聖堂、アウグスティン・バリオスの曲を、入れました。バリオスの作品もね、かなりいろいろありますけれども、やはりこの曲というのはずっと弾いてきて、もう本当に十何年弾いてる曲かな。いろんな人が録音をしてますけれども、人それぞれ解釈も違うし、何をイメージしてるかも違うと思いますので、今回はその僕がイメージするこの曲に対するものを出せたらいいなと思って録音しました。で、3曲続いて15曲目がアルゼンチンのキケシネーシさん、もう現代の作曲家ですね、の澄み切った空、シエロ・アビエルトという曲を入れました。これもパーカッションあったりですごく楽しい曲です。で、16曲目、17曲目もアルゼンチンの16、17、18がアルゼンチンですね。ノルテーニャ、トリステ第5番、ミシオネラという3曲続きますけれども、この辺はやはりノルテーニャはセゴビアが愛想したことでも知られていますし、愛想したノルテーニャの副題がフリアン・アギーレを叩いてということだったので、その次にトリステ第5番はフリアン・アギーレという、作曲家の曲を入れました。すごくギター的ですね。編曲がそうなのもありますけれども、美しく響く曲だなと思います、2曲とも。で、18曲目はミシオネラ、ミシオネシ、もともとね、アルパの曲としてよく知られていますけれども、ギターで弾いてもかなりかっこいい感じになりました。で、なんとなく最後、ミシオネラで終わりと思いきや、19曲目に、別れのトナーダというチリの現代の作曲家、フアン・アントニオ・サンチェスの曲を入れてます。
まあなんかアンコール的なピースになればいいなと思って入れた曲でもありますが、すごくこうトナーダというね、チリの踊りを特徴的な曲となっています。なんかこうやって見ると本当内容すごく濃いですね。もう腹いっぱいって感じ。説明聞くだけで。そんな2枚組の CD ですから、まあもちろんね、連続して聴いていただくもよし、1枚ずつ聴いていただくもよし、なんか部分部分ね、こう資料的に聴いていただくもよしだと思いますし、本当にたくさんの方に聴いていただけると嬉しいなと思っております。そう、CD を作るにあたって、やはりね、一番大事なのはその選曲と、まあ、曲順ですね。やっぱり僕は CD という作品物に対して1枚で完結するものだと思っていますので、だからやっぱり曲順とかもすごく練りました。今回もより聴きやすいように、まあ調整とかもいろいろ考えたりして、曲感とかもね、意外と大事なんですよね。で、こういうところもまあエンジニアの江島さんと一緒に聴きながら、考えたりして、本当にどちらともいいものに仕上がったなと感じております。はい、というわけで開封の儀、とりあえず終了でございますが、セットの割引だったりとか、まあ今まで出した CD もね、たくさんの人に聞いていただけたらなと思ってますので、もしよかったら連絡いただければ嬉しいなと思っております。サインもね、もちろんしますので、ご利用の方はお知らせください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。